かもっと気軽そうな、はい、こちらはですね、もうあの通常の皆さんがご存知の通りの電動キックボードっていう商品になります。はい、乗る場所っていうのはなんかどんなところとか。そうですね、この車両自体が実際にはもう折りたたみができる車両になってます。そこで組み立てていただいて、皆さん乗っていただいて島一周して帰ってきます。超いい、気持ちよさそう。もう最高です。超いい。はい、ということで氷島に到着しました。電動のキックボードをお借りして、はいはい、氷島に来てみました。レジーね、天気を、ね、うん、でさっきはあの起き上がってる状態だったんだけど、折りたたむとこんだけコンパクトになって、車に、まあ、2台乗ってるんですけど、しかもさ結構コンパクトだし、これ片手で持てるんだよ。はい、でこれ組み立て方がですね、うん、結構簡単。これはこれをこうするだけで、カチッとなるから、一回ほら、はいはい、カチッとなるでしょ。高さ調整、ヒートの場合はマックスでこれ調整。あ、今ちっちゃくなってるね。なんかこの 動かすところが色変わってるから分かりやすい。これで OK ですから。はや、簡単、子供とかでもできる。すごい終わった。もうちょっと苦戦してもよかったんじゃないですか。これあの歩道を走ったらダメみたいだから、そう、車道を走るのと、あとヘルメットやった必須になりますので。はい、ヘルメットもまたかっこいいな。なんかね、純選手がいつもつけてる黄色い安全第一とかじゃないかあれは電気屋さんね。俺たちは、あ、私がいます。はい、それでは行ってきまーす。行け行け、おー、すぐ行けたー。バイバイ。ヒート遅いいやいいね、米太郎。こっちなんか写真スポット。あー、でも確かに絶景ポイントだ。はい、帰ってきます。はい、歩きだと大変 で車だと止められないから、このリモだったら、まあ、来るのも簡単だし、うんうん、止めるのも簡単だから、かまレーティーだったら楽だね。秋葉さん早いんだよ。いいね。レッツゴー。心の叫びよ。今の気持ちを教えてください。先生が最高どうですか、秋山さん。めっちゃ海きれい。アルピーヌ、すごい楽しい。いや、楽しいですね。さくらおあ、すげえ、ちゃんとブレーキランプも光ってる。はい、初めて。ですよね。うん。なんか新鮮ですね。沖縄に生まれてよかったな。与那峰。坂道だもん、ここだ。だって親指一本でさ。しかも親指だけでそんなに行く。これ車より楽でしょ。おい。最高よ。馬力あるね。これさ、観光客がこれで満喫したら死に最高じゃん。
俺たちはこっち通い慣れてるさ。最高だはずな。これマジで車で来るよりこれで来てほしい。いや。こう見たらいろんなお店があるんだね。いや。何すか置いていこう逆に逆にすげえ。でもここだったら交通量もどんどん多くないからいいですね。いやこの景色よ、このブロック動けると思った意外とあっという間じゃなかった。ちょっと止まります。最高だな俺の海。あーでも痛くなる、これほんま分かる。ボケとかじゃなくていやボケだったんですけど、ボケなんだろうなと思ったけど、これはでも言いたくなるこんなに綺麗な絶景見てるのって沖縄でも俺たち2人だけじゃないですか。この水平線と車だとさ、なんかあさっきのとこ綺麗だったねだけど、そうそうそう、戻れなかったりとか、こんな簡単に止められないから、そうそう、スペースもね、そう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 、ちょうどオーシャンタワーの下、オーシャンタワーが、まあ、お休みしてるみたいで今。わあすごい、めっちゃ綺麗。ちょっと置いてってもらっていいですか。じゃあ置いていきましょうか。いや君たち二人で楽しみすぎなのよ気持ちいいな。あやばい、マジで本当にすごい。いやちょっと天気がいいってやっぱいいっすね。いいね、本当に今日はあれだよ、天気だよ。あでも景色もいい。車からは見えない高さじゃないですか。だからいいっすね、まあ、はい、ブレーキいっぱい握りしめ、ゆっくりゆっくりやってく。今めっちゃ綺麗に見える。綺麗だね。バイバーイ。うわ帰りも絶景。ありがとう堀島。せーの、スタイヤー。